海道も雨のひどい川越しないからこんにちは、立川ミルです。このチャンネルの鉄旅のほとんどが雨がひどいのはいつも通りになってる気がするよねと、霊夢です。今回は川越観光ですね、やっていきたいと思います。現在地は川越駅から徒歩約30分、有名観光地時の鐘です。この日は川越祭りの営業でイーグルバス、西武バス、東武バスなど全ての会社は時の鐘近くを通らずに運行していたため、徒歩できましたが、川越駅からの場合普通の時はバスで来た方がいいです。本川越からなら徒歩でも15分くらいなんですがね。ということで次行きましょう。次にここは川越城本丸です。時の鐘から約15分ほど歩いたところで、金額が字幕の通りになっていて、安く楽しめる場所です。時間に余裕がある方はすぐ近くの川越市博物館美術館の方も巡ってみてはいかがでしょうか。さて、次は、本丸から歩いてアグレッシ川越に到着です。アグレッシ川越では様々な野菜やその他いろいろなものが販売されていました。イーグルバスの小江戸巡回バスの主要起点になっているので便利ですね。一応写真はノーマルの車両ですが、青か赤の EV ボンネットバスも走行しています。さて、かなり天候も回復してきましたね。あのまま川越駅まで行き、本川越駅に歩いていきました。出汁も通り、人も多いので賑やかですね。さて、今回紹介しませんでしたが、途中川越祭り会館にも行ってきました。川越祭りは例年10月に開催しているみたいですが、そこに行くといつでも川越祭りを知ることができます。令和6年3月1日にリニューアルオープンしていますのでぜひ見に行ってはいかがでしょうか。川越観光はこの辺で広告の後は特急小江戸号に乗る話です。はい、広告でした。今回の動画では初めて動画内に別動画の宣伝を組み込んでみました。広告の影響で視聴率や視聴継続時間にどのような影響が発生するのかを確認してみたいなと思ったためです。背景では特急小江戸号で使われる DV1 万系ニューレッドアローが入ってきています。この車両は音がうるさくない最終編成ですね。先ほどの広告の話ですが、広告があることでどう思ったかなどの感想を書いていただけると今後の参考になります。広告は今回のみ試験的に実施していますので今回だけはご了承ください。なお、今後本格的に実施する場合は今回の動画次第となりますので、次回の動画では出ることはございませんのでどうかその点ご理解ください。ということで実況に戻りましょう。見づらいですが現在車内清掃中なので伝承灯が切り替わるところを動画にしようと頑張っています。変わりましたね。次の動画行きましょう。乗車しました。人はほとんどいませんね。祭りの日なのにこんなに少ないのは大丈夫か不安ですね。そして映しているのは LED 表示器です。ちょっと前に作っていたやつですね。さて、どうでもいい話は置いといて、もうすぐ発車ですね。早速発車ですね。ということで一旦放送を聞いてもらいましょう。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。特急小江戸号、西武新宿行きでございます。止まる駅は、狭山市、所沢、東村山、高田馬場です。次に、車内のご案内をいたします。この電車は、座席指定になっております。特急券の座席番号をお確かめの上、指定の席におかけください。座席を向かい合わせにするときは、腰掛け下のペダルを踏んで、止まるまでお待ちください。化粧室は1号車と7号車にございます。また1号車と7号車にはお飲み物の自動販売機もございますのでどうぞご利用ください。なお車内は全車両禁煙となっておりますのでタバコはご遠慮ください。次は狭山市に止まります。はい、ここまでですね。車内設備なんですけど特急ドーム91号の時の動画も参考にするとわかりやすいかもしれません。あ、そうだ。今回は今まで言っていた通り関東の撮り鉄さんは出していない部分の動画となっています。そのため、概要欄には関東の撮り鉄さんのチャンネルだけで関東の撮り鉄さん視点の動画は今回ありませんのでご了承ください。あと、今回は関東の撮り鉄さんとの会話の映像もありますので、これでコラボしてないんじゃないか説でないようになるはず。それでは次の動画へ移動です。
お疲れ様でした。乾杯。乾杯。なんか音なんなかった。やばい、開かないわら。硬くて開かねえ。ちょっと持っといて。開くか。開くのか。怖いだ。お、めっちゃ冷えてる。じゃあ、いただきます。ということで、狭山市です。特急小江戸号、西武新宿行きでございます。次は、所沢に停まります。狭山市を出ました。普通に楽しそうだったね。まあそうですね。普通にこの部分編集するときも楽しかったですよ。いつもはしないような編集だったからね。まあでもあれはめんどくさいんですけどね。お待たせいたしました。本日も特急列車をご利用くださいましてありがとうございます。さすが。これの28号ゲームです。いや、ポーラン様、特急券またスルーズでお買い物したメトロ特急券の座席番号を出しておりますこれより車掌が車内に参ります。今日のお客様お知らせください。その最終的におかけのお客様にはこれが病気特急券を拝見させていただきますのであらかじめご覧ください。ところどころ音が途切れていたのは仕様です。お気になさらずに。あとはひたすら関東の撮り鉄さんと雑談してるだけだったので音は入れてないですね。ということでゆっくり実況再開です。狭山市を出ると住宅が広がっているように見えますね。次の通過駅は入磯駅ですね。入磯駅の近くには南入磯車両基地という新宿線最大の車両基地があります。この施設は何なんでしょうかね。調べてもよくわかりませんでした。ここまで住宅街でしたが、急に森が出てきましたね。その次は畑が広がっていますね。この辺は景色の移り変わりが激しいような気がします。もうそろそろ入磯駅を通過します。入磯駅では東口民生の駅の中で唯一駅前広場が整備されていないそうです。ここでお礼を言っておきましょう。関東の鳥鉄さん、今回コラボありがとうございました。また今後もよろしくお願いします。寝たい話ですが中では軽く話しています。では、行きましょうか。最後にお見送りをして今回の本編は終わりです。皆様、前編中編後編の全3回の合計約30部程度となる長い動画のご視聴ありがとうございました。
後日総集編を上げるかもしれないので、その時はまたよろしくお願いします。完結まで2ヶ月ちょっとくらいかかりましたが、ほんと遅くなって申し訳ないです。以上でミルの鉄旅in川越 YouTube 版は完結です。 YouTube 版以外のバージョンはあるにはあるのですが、ここでは非公開にしておきましょうか。気になる方は頑張って探してみてくださいね。ではいつもとは違うエンディングで終わりにしましょうか。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。次の九州遠征期の動画はいつ出るのかしら。5月までに1本出せるよう頑張ります。